ではシノムさんからいただきました。ありがとうございます。おお、方向性が変わりまして、すごいなんか可愛いによったね。めっちゃ可愛い。なんかこれさ、あの祭りの家に来てさ、いらっしゃいとか言ってこれで出てきたらさ、ギュッてむぎゅってしたくなんない？祭り可愛いな。そしてこの上のさ、意外に上半身ガバガバに開いとって、あ、でもこれネネチ着てそう。わかる？このネネチ着てそうじゃない？かわいい。双子コーデとかしたいな。上から覗きたい。変態がよ、おいごら、うん、続いてすずさんからいただきました。かっこいい、これまた。しかもさ、めっちゃいろいろ書き込んでくれてんの。これ初期衣装ベースにかっこかわいく、かわいい、かわいいし、セクシー感もあってさ、ちょっと大人で、パンツ見えてんのちょっと大人な雰囲気もありつつ、かわいさはちゃんとある。これいいね。エッチだし、かわいいし、かっこいいっていう、すべてを詰め込んだ感。続いてセルナさんからいただきました。ありがとうございます。かわいい、なんて言うんだろう、こういうの、森があるっていうの、なんて言うんだろう、なんかちょっと清楚に寄りましたね。清楚系な感じでね、ちょっとおとなしそうな感じ。これで騙していくんだね初見さんたちを騙していくんだね。あれ、この子めっちゃ見た目清楚じゃない騙していくんでしょう。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて長手さんからいただきました。ありがとうございます。この服着ると思う？祭りちなみに夏色祭り、あの自分の顔面クソデカ T シャツっていうのをブースさんにて発売しておりますので、ぜひ探してみてくださいじゃあ続いてハリューさんからいただきました。わー、これまた、これまたエッチッチですね。エッチッチです。こんなんいいんですか着てるけど着てないよアウトに近いセーフ。まあそうだね、まあ、セーフかな。祭りの部屋着よりは布面積が多いということでセーフにしましょう。じゃ続いてこちら、プレアデスさんからいただきました。かわいい、なんかカレーシャツっぽいね。そしてね、刃物的なものがアンユにねついてんの、太もも。いいですね、これも。かっこかわいい感じ。ナイフある。そう、これであの浮気した祭りすを切る最近見ないなって思ったらこのナイフで切られとるからな続いてポシャポシャさんからいただきました。またエッチだ。祭りはエッチ要因なのでしょうか。エッチだもん、大丈夫かおっと、大丈夫か。祭りしてなんかすげえパリピみたいになってるし、うん、デジャー祭りそうでもかっこいいよね、こういうなんかエチかっこよさみたいなのすごい好きなんよな。いいね、祭りもこれ DJ ブースとかに一緒にね、祭りと行きたい感じありますね。ゲームもできそうだし、かっこいい。ありがとうございます。続いて水さんからいただきました。ありがとうございます。かわいい、メガネの差分もありつつお団子しておりますね。これはなんかギャル感あっていいよね、ギャルゲーマーみたいな。めっちゃ可愛い、ハートついとるし。まつりふまわっとっていう女と仲いいんですけど、その子と親和性ありそうな感じで、めちゃめちゃに可愛い。やっぱメガネっていいよね、メガネめちゃめちゃいい。続いていきます。緑のフグさんからいただきました。ありがとうございます。これまた可愛い。なんかさ、アニメとかでさ、キャンディーとか舐めてる敵キャラっぽくない？一人称僕とかでさ、僕と遊ぼうよとか言って、もう終わりなの？みたいな言ってそう。いや、かわいい。こういうパステル系の服もさ、めっちゃ欲しいんだよな。トワチンと並びたい。そしてサイコ系ロリ一人称僕っ子キャラみたいなので
続いていきましょう。ゆっくりとさんからいただきました。ありがとうございます。パンダかわいい。もちパンダ好きなんだよね。このパンダの顔やばくない？服すごいちゃんと描いてくれてるのに、パンダの顔がえいって描いてある。かわいい、ありがとうございます。でもね、私こういう感じのパンダパーカーは実はね、持ってるんですよ、私物でね。そう、好きでね、持ってたりします。ありがとうございます、超かわいい。ということで続いて、ラムネコさんからいただきました。ありがとうございます。かわいい。これネネチとさ、これこそネネチと並べるくね。和風な感じで、和風中みたいな。すっげえかわいいな。これネネチと一緒に並んでお散歩したい。これいいな。なんか傘とかも持ちたいね。これまた清楚、姉妹感あるね。えかわいいよね。続いて MKM さんからいただきました。かわいい、マツリスもおる。マツリスもなんか新衣装もらっとるんやけど、帽子もらっとるよ。 SDK になってますけど、マツリスよかったね、帽子。そしてじゃあ最後ですね、みなむらはるきさんからいただきました。あれ、パパ、パパ、ん、パパ、こちらです。どんどん、かわいい、かわいいな、中華だな、かわいいよ。背負ってんな、なんか多分マツリス中に入っとる、この中に中華衣装、超かわいい。いいな、太もも。太ももよ。ということでいろいろ見てきましたけど、正解者いるのでしょうか。ちょっとお着替えしてきます。